SMBC 日興証券の相場操縦疑惑について教えてください。はい、この話題なんですけれども、立ち合い買い取引というのがキーワードになっています。立ち合い買い取引というのは、大株主から証券会社が株を買い取って、それを自社の顧客に販売するというやり方なんですけれども、まあ、市場を通さずに相対取引で株のやり取りをするという形でして、当然株価が下がってくると大株主の株っていうのは高く売れないので、まあ、そこを日興証券の社員が株価を上げてですね、高く販売するために相場を操縦して株価をつり上げたんじゃないかっていうのが話題になっています。まあ、実際この話題っていうのは、まあ、操作をした上ってことになるんですけども、ただ日興証券は数年に1回不祥事がありますので、まあ、OB としてはまたかといった気分でいます。